本日6月28日は貿易記念日です。1859年の今日、江戸幕府がロシア、イギリス、フランス、オランダ、アメリカの5カ国に自由貿易を許可する布告を出したことを受け、1963年に制定されました。貿易に携わる企業だけでなく、国民全般が貿易の重要性について認識を深めることが目的とされています。以上、大阪市立高等学校放送部がお送りしました。